はいどうも、皆様こんにちは、こうへいでございます。ということでですね、今回は、前回の動画でね、沼津に行ってきましたよと、まあ、おせ崎の方行ってきたり、その時にね、ついでに沼津でも買ってきました、のっぽパンのね、第2弾、コラボのっぽパンですね、サンシャインとのコラボのっぽパンの第2弾がね、出てたのでね、それも買ってきました。で、今回はね、随分昔にも出しました、そうね、のっぽパンに書いてある、キャラクターのイラストを、こうね、ブレードにね、こう入れて、のっぽパンブレードというのをね、作ったという動画出しましたけれども、まあ、今回もね、それをね、久々に作っていきたいなと思います。でですね、まあ、まず用意するものはね、のっぽパンでございますけれども、でですね、まあ、中身はね、美味しゅういただきました。まあ、こんな感じでね、まあ、注意していただきたいのは、この部分をね、このキャラクターが書いてある部分、わかりますかね？この部分を、ブレードの中に入れますので、まあ、ここだけはね、絶対に切らないようにしてください。そしてですね、もう一つは、はい、こちら、ブレードですね。あとはこちらのハサミ。このですね、三つさえあれば、ノッポパンブレード簡単に作れちゃいます。それじゃあね、もう早速、ノッポパンブレードを作っていきましょう。まずはですね、とりあえず、このブレードを、開けます。シャイニングタイプって言うんですよ、これ。はい。このね、ラメみたいなのが入ってるの、皆さんわかりますかね？ちょっと、わかりづらいかもしれないんですけれども、はい。こういった感じで、ちょっとラメっぽく、テカってるのわかりますかね？こう、ラメみたいなのが入ってるの。はい。こういったタイプに、してください。ラメがね、入ってるシャイニングタイプじゃないとね、中が透けないので、のっぽパンのね、このキャラクターのイラストが見えなくなってしまいますので、必ずね、これシャイニングタイプにしましょう。そしてですね、ちゃんと、サイズをまず合わせましょう。はい。どの辺でね、切ったらちょうどいいかっていうのがね、大体皆さんで、目安としてつけましょう。そして、大体のですね、サイズが分かったら、切ります。はい。まあ、大体ね、このキャラクターのこのチカちゃんのね、帽子の部分と、このアクアのロゴのね、真ん中あたりを切ればね、ぴったしだと思いますのでね、きちんとね、これちゃんとね、気をつけて直線に切りましょう。はい、こんな感じで切れました。そしてですね、下も、ちゃんとね、まっすぐ切りましょう。でですね、下もね、ちょっとサイズを、ちゃんとね、気をつけて。で、余分にですね、長めに切っておくことをお勧めします。はい。もしね、短く切りすぎちゃった場合ね、それはそれで、めんどくさいので。はい、こういった感じで切れました。じゃあお次はですね、この、のっぽパンのね、この透明な部分、この透けてる部分のみを使うので、後ろのね、こういった部分は、切っちゃいます。はい、こういった感じでですね、大体ではございましたが、切れました。そしてですね、この切った、のっぽパンのやつをこうやってね、ブレードに当てはめて、細かいね、サイズ調整をしていきます。こういった感じでね、細かいサイズ調整を、重ねていきます。はい、ということでですね、細かいサイズ調整が、できましたので、これをですね、このブレードの中に、入れていきます。はい、もう入れ方はですね、至って単純でございます。このですね、ラメというんですか、このラメを、取ります。はい。そしてですね、こののっぽパンの部分をこう巻いてね、入れちゃいます。そしてですね、こちらのラメを、戻します。そして、ここを締めれば、はい、これで、超簡単なのっぽパンブレードの出来上がりでございます。それじゃあね、もっとアップで見ていきましょうか。はい、こういった感じでですね、見えますかね。よいしょ。こういった感じでちょっとぐるっと回しますけれども、まあまあ、綺麗にできた方だと、自分では思っております。これね、本当に、ハサミでね、ちょきちょきとね、慎重に、こう、まっすぐにね、切っていけば、全然ね、誰でも作れる超簡単な工作ですのでね、皆さんもぜひね、やってみてください。じゃあ最後にね、試しに光らせてみて、それで終わりましょう。一番ね、多分白が、いい色だと思うんで、おー、いいですね、白。はい、こういった感じでですね、すごい、可愛いっすね。うん。ぐるーっと回していきますけれども、ミラボクのね、やっぱり衣装が、すごい可愛いっすね。うん。すごいね、これ、今回も綺麗にできたかなと思います。はい、ということでですね、今回は、こちらの、のっぽパンとですね、ラブライブサンシャインのコラボ商品がですね、第2弾が出ましたので、またですね、それを買ってきて、のっぽパンブレード作りましたよ、という動画でございました。以前ののっぽパンはこういった感じでございます。コラボのね、やつは基本的にすごくね、うまく、もう本当に超簡単ですのでね、皆さんもぜひ作ってみてください。もしね、この動画いいと思ったらグッドボタン&チャンネル登録していただければ嬉しいです。ではね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、こうへいでした。バイバイ。